スタイルが中国人や、マジでこいつえぐちいわ、ち。こがちいしたがっとるわ、そこはチョンボだろ、論外やろ、この前の千鳥の番組でも。パイすごかったな、オカピー最近人気やな、ずっと彼氏おるしもう年なのに、なんかもうこのレベルの女でええから結婚したいわ。決め顔はいいんだけど笑顔は可愛くないのが致命傷なんよね。顔は5200、体は薬味ってキャッチコピーは素晴らしい。スズメシでこんなやらしい必要あるんですかって。この顔を微妙とかぶすとか言えるおっさんがどんな顔してるのか見てみたいわ。四川とか湖南とかの南方の中国人は日本人の好みと合う顔立ちが多いね。ボブが似合うだけで神ですよ。昔のピッチピチユニの時はほんますごかった。あんなんとたくかこんでも集中できんわ。脱衣麻雀してすっぱだかにされた後まだ一枚残ってる言われて包茎落ち。チームカレタイ、森かすみと同じぐらい性格良さそう。 M リーグのユニフォームがピチピチに胸張ってて気になってタイに目がいかない。オメガブラボー。